演舞開演。どうも、本日もこちら至福の一品ラーメン食べ比べの中から本日は こちらの醤油ラーメンを食べてみたいと思います。今日は麺はすでに準備してありますので、まだ画面には映ってないですけどね。まずもうこのまずスープからいってみましょう。ビリ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 コーラコお醤油というだけあってちょっと茶色めですね。言うだけなのか分かりませんが、ではお湯を注ぎます。おお、美味しそうなお湯の匂いです。お湯じゃないわ、スープの色だ。お、醤油のいい香りが今鼻にきましたね。これは大変モテそうです。美味しそうだな。で、そんな時なのに今日ちょっとお箸、諸事情でお箸が使えませんので、今日はフォークでいただきます。見りゃわかるっすか。ではきたのお恵みはさっぱりですね。麺は先日の豚骨と同様もっちりなので、スープの感想を中心に飲みますが、やっぱり醤油ということであっさりした味わいですね。なので麺を程よく邪魔しない、そんな感じの味でした。そしてすっぱりといけるので、濃厚が好きな方は先日の豚骨の方がいいでしょうし、さっぱりあっさりといきたい方はこちらの醤油の方がおすすめですね。いろんなトッピングとも合いそうですね、これは。なのでこちらの点数とさせていただきました。これもこれで美味しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。